資源の魅力を発信する資源チャンネル。おはようございます、こんばんは。資源チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは資源歴の長い長い私ヘイヘイによる資源というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力をわかりやすくお伝えしていくチャンネルです。いつも通り漢詩や和歌、俳句を一つご紹介して、聞き方、吟じ方などをお説明していこうかなと思います。それでは、今日も一つ、ご紹介していきますね。これは初代内閣総理大臣伊藤博文が、作った詩ですね。望楼に陰す。望楼っていうのは、楼閣、高い建物ですね。そこのとある、そういった楼閣にてお酒を飲んでてねというそんな場面で作られた詩になっております。漢詩になっております。これはもう凄まじいんですよね。この人でしか作ることができない、むしろ他の人が書いたらこれ中二病みたいな感じですね言い過ぎかということで、なかなかにも自信あふれる内容になっているので、ぜひ楽しみに聞いてみてください。では詩を読んでいきたいと思います。望楼に陰す、伊藤博文。豪気堂々、対空に横たわる。日頭、誰か、定位をして、盛んならしむ。香炉、傾け尽くす、三杯の酒。天下の英雄、眼中にあり。豪気堂々、対空に横たわる。我が輩のこの息、豪気ですね、やる気というか勇気じゃないか、息は誠に堂々たるものであって、対空に横たわる大空一面にはびこるほどである。日頭、誰か、定位をして盛んならしむ。この陛下、天皇陛下のこのご領意をとにかく高く高くですね、世界に、輝かし立てまつるべきもの、これはですね、私において他に誰があろうかと。日頭というのはもう陛下のことですね。帝位、帝の位、威厳とかそういった意味ですね。それを盛んならしむのはもう自分であるということですね。香炉を傾け尽くす三杯の酒。今この香炉において何杯も酒を傾けると。この傾けるっていう表現ずるいですよね。とにかくたくさん飲んでるだけだと思うんですけど、三杯の酒、天下の英雄眼中にあり、そうすると気分が高まってくるんですね。元気はさらにさらにますます応逸して溢れてきて、古今天下の英雄は皆私の眼中に入ってしまうのであると。眼中にありってなかなか言わないですよね。自分なんてもう眼中に入ってないよ、眼中なしだよとか、そういうふうに言われることはあろうともですね、全員、しかも英雄ですよ。英雄が眼中にありとかもう信じられないですね。これこそ、初代内閣総理大臣しか作れないしと他に誰がやれるねんということなんですけれど、そういう凄まじい漢詩になっております。実際に吟じていく際にはですね、難しい節回しはないです。とにかく堂々たる、力強い、ただ大声じゃないんですね。大声じゃなくて堂々としている、これが大事なので、腹式呼吸を全力で使わないと、もうこの圧で失敗するとおしまいですね。豪気堂々とか言ってもダメだし、豪気堂々とかこういう風にただ大きくしてもダメと。豪気、こういう風に力を入れる、腹に力を入れる、丹田に力を込める、こういうやり方が必須になってきますので、そういった意味では僕は、初心者というよりは中級者向け、腹式呼吸ができてきたかなという中級者向けに、カテゴライズしたいと思います。それでは、吟じていきましょう。望楼に陰す、伊藤博文。豪気堂々、対空に
誰か手をして盛んならしむ心傾け尽くす三倍の酒天下の英雄眼中に元気のいい詩ですね。ということで今日は以上となります。今回は伊藤博文、伊藤博文と言いますけど、伊藤博文によるボーロニンスご紹介させていただきました。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。